元々はニュージャージー州ローズランドにて結成されたポップパンクバンドである。ポップパンクと1980年代を彷彿とさせるエレクトロニックサウンドを独自のセンスで融合させたクオリティの高い楽曲が特徴で大手メジャーレーベルのユニバーサルレコードからファーストアルバム Take It to the Floor でデビューを飾った。 2002年から活動を行っているが、初期の頃はザ、ザコンシクエンスというバンド名で活動しており、2008年、初頭に、現在のバンド名、キャッシュキャッシュへと変更している。2012年頃に、バンドから DJ へと転身した。バンド時代のキャッシュキャッシュ2002年に、ニュージャージー州、ローズランドにて、親友同士だった、ジーンとサミュエルを中心に、全身バンドとなる。 ザコンシクエンスを結成。その後も、ドラマーとキーボーディストのメンバーチェンジを何度も繰り返し2007年になって、ジーンの弟、アレックスも参加し始めて現在のメンバー構成が完成する。そして同年夏に、ジーンの自宅にあるレコーディングスタジオにて、後に彼らのファーストシングルとなる。 パーティーインはベッドルームを含むデモを数曲作成し、その後の2008年初頭にバンド名をキャッシュキャッシュへ変更。そしてメジャーレーベルのユニバーサル、レコードと契約を結び、2008年10月7日にファースト EP、キャッシュキャッシュ EP をリリースし、それから時を間もなくした12月23日にファーストアルバム。 Take it to the floor をリリースした。2010年発売のゲームソニックカラーズでテーマソングであるリーチフォーダスターズとエンディングテーマの speak with your heart を担当。また2011年発売のソニックジェネレーションズでも楽曲のリミックスなどを担当した。現在もメトロステーションや シング・イット・ラウド等の人気バンドとツアーを行うなど、精力的に活動を行っている。2011年の来日は、ジーン、サム、アレックス、アンソニー。2012年の来日は、ジーン、サム、アレックスとなっている。ありがとうございます。